ガモ忠チュウは、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将。滝川氏、ガモ家臣署名は、谷崎忠江モン。別名に内記もともとは、谷崎聖を名乗っており、小田氏重心の滝川一ズに仕えて、関東入りし、天正10年6月の神奈川の戦いで、北条氏直の軍勢と戦っている。その後、滝川一ズは、 天正十一年の静ヶ岳の戦いで、橋場秀吉に敗れ所領を失った。しかし、中江門は、滝川一正に従い、天正十二年六月、久喜水軍の船に乗って、蟹江城を攻略し、その後の牢城戦では、蟹江城の大手門である海門寺口の首相を務めた。蟹江城合戦の後は、ガモウジ里に仕え、天正十四年の九州平定で先行を挙げ、 ガモウの生を受けた。天正十八年の欧州市沖において、ガモウ氏里が伊勢国松坂より、道の区国会津に違法され、四十二万国の大量を与えられると、中衛門には二万五千国を与えられたが、ガモウ忠里の第二、町の雪数と対立し、ガモウ動き、ガモウ里家兄弟らと共に老人となった。その後、町の雪数が失脚すると、ガモウ家に帰参した。 没年は不詳。上州知覧機、神奈川河川期、武徳変年修正。ありがとうございます。